やじろべえ。ちょっと。変なキャラしんどい。ファイヤー2、耐えろ。火炎放射器使って100均のものだけで火を防げ、火炎放射器選手権。どうも、きょんちゃんです。ディッあ、もちろんしないです。ディッパー、かぼちゃ。真似しないでください。絶対に特別な許可と、はい、特別な監修のもとこちらを取り行ってこぜまし。本当だったらやりたくないよ、俺だって。いや、どうした。今日は誰かが死ぬことになる。あ、そういうことね。誰かが死ぬまつ神妙な面持ちってことね。琵琶湖より過酷かもしんないっす。面白いこと言っちゃったみたいな顔すんなよ。ちょっと面白いな顔今。よろしいですか皆さん。はい、今回ですね、後ろにマネキンを用意してます。はい、みんなにもう各自条件1000円の中で100円均一からシールドを作ってもらってます。100円のものだけでどれだけ火炎放射を防げるかという検証でございます。はい、今回ね、火炎放射器というか芝を燃やしたりとかするやつを用意したんですけど、いかに防げるか、はい、100円のもので、100均のものでどう工夫するかですよね。今回はただの検証ではございません。はい、いつ何時火が襲ってくるか、はい、攻撃が来るか分からない。確かに。そんな時に身近なもので、はい、簡単に手に入るものでどれだけ防げるのかという検証になります。なるほど、はい、ちゃんとしっかりしたシールドを作ってきたと思うが、はい、それを使って防いでください。はい、はい、ということで、火炎放射から身を守る装備を作ります。そんなに小一時間で作るようなものをね、当日その場でやったら怪我しますので、ちゃんとやっていきましょう。はい、やりましょう。はい、僕はですね、これ布団の洗濯バサミ、電解水ウェットシート、ダブルクリップ、テープですね。普通にテープをみんな使ってください。コンロの周り守るアルミのやつが3枚あります。バーベキュー用の網、総額800円。いや、僕行きます。鉄アレイじゃない、鉄アレイだと。なんだっけこれ。ステンレスバット、ステンレスバット6枚。スポンジ、うん、ステンレスシューズハンガー、エステリーズ、これ以上で。とりあえずゴミ箱の蓋を、ゴミ箱の蓋6枚、うん、これ100円です。ペットボトルをここに両方つけて、なんか筋トレできるダンベルの持ち手、何それ、何それ、に一応軍手、最後に1回です。何それ、どうやって使うの。これはこいつらをデッドボール広げて、デッドボール、デッドボールだ、もうデッドボールだ。じゃあ作ってきますか。はい、これ道具使っていいんですもんね。道具は、はい、使うけど、これで命守るんだもんね。命かかってるんで。そうだよ、真剣にしてみなきゃいけないってこと。ハーディさんのが一番謎なんだよな。火なめんなよ。いや、こういうことだよ。いや、分かってないね、君たち、かまいたち、おののこ町。いやー、また頭悪いの作ってんな。いや、こういうことから新商品っていうのは生まれてくるんだよ。生まれねえだろ、絶対。よっ、これマネキンがね、装備できるしね。そうだよ、マネキン装備できなきゃいねえんだよ。それで、俺はこいつあるけどね。いいですね、しっかり握れるんですよ。いやいやいや、乗ってるよね、あの子。いや、あの子は乗ってる、あの子乗ってんのよ、最近。今はこの金網全く意味ありましてんの。いや、この金網ね、意味あるんですよ。今はまだやんないんですけど、この金網にこのアルカリ電解水ウェットシートをドババ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 って詰めます。強そうだもん。でしょ、すごいな、これ強そう。きた、おお。ほら、ちゃんとシールドっぽい。それマネキン持てんの。つうかさ、それ溶けるじゃん。いや、溶けないと思います。穴開けたいんですよ。は？穴開けたいんだとしたら、素材選び直さなきゃダメですね。え、これ開かないの？開かないっしょ。てか、それを開ける用の工具は持ってないよ。そうだっけ？いや、あんたそれ舐めすぎだよ。いや、でもね、よく考えてない。これだけは、火から壁を守るために売ってるものだから。これ、箱の蓋だから、ただ。これは、全部火の周りで使われるものです。もうこれもあんま耐久ないよ、燃えるもん。いや、マジでさ、それ以上人にイチャモンつけてる暇あったら頑張んな。あとはもうこれ、マネキンの腕にテープでぐるぐる巻きにするだけですよ。もうさ、
待てよ、早いよ。すみません。いや、わかんないんですけど。妥協案中の妥協案。いや、もう妥協しすぎでしょ。いや、妥協じゃないよ。本気だよ。押してきた。いや、超かっこいいじゃん、これ。いや、俺もかっこいい。はい、完成しました。ということで、明日これで火から身を守りたいと思います。制限時間20秒間燃やし続けます。そのシールドでどれだけ守れてるかを僕がジャッジします。なるほど。僕がジャッジして一番守れてそうな人が最優秀賞、燃えていい賞を渡します。燃えていいでしょう。それどういう賞かと言いますと、はいはいはい、終わった後に燃やされるっていう賞でございます。いや、いろんな意味で嫌なんだけど、ひだるまちゃんって呼ばれるようになるよ。あ、ひだるまちゃん、ひだるまちゃん嬉しい。ひだるまちゃんちょっと嬉しいね。燃やしてあげるじゃん、後で頭全部。え、煉獄さんになれるかも。なんかそうそう、面白いこと言ったみたいな唇すんのやめてくんな。最近面白いこと言ったみたいな顔したとき唇さっていう口になるんで、自分で笑うのかもしれない。それでは、はい、やっていきたいと思います。はい、本日審査員を務めさせていただきます今日万次郎でございます。万次郎さん、それでは早押し選手権スタートしたいと思います。はい、それでは20秒間タイマーお願いします。すごいすごい、かぼちゃくんの後ろからですよね。かぼちゃの盾、レディー。初戦プラですね。初戦プラですね。すげえことやってんな、お前。すげえことやってんな。結果発表。あ、もう優勝。ちょっと待って、すごいやる。俺らもやりたいんだよ。いや、僕から、僕ですね。さあ、僕の番です。乾杯。喋るの下手だな。水を染み込ませます。料理みたいなの、全然。いやー、でも結構いったよ、かぼちゃのやつ。20秒で、たった20秒で絶対。スポンジでしょ、もっと水含ませなくていいですか。あ、含んでます。あ、含んでるんだ、もうだいぶ。任せてください。任せかかよ。上でもうこんにちはしちゃってんじゃん。内側にこんにちはしちゃってんとこ狙ってもらわなきゃな。身守れてないよ、言うなれば。それでは、はい、第2ターンお願いします。はい、それで20秒いきますよ。レディーゴー。20秒頑張って。いやー、やばい。あー、でも強い強い強いぞ強い強い強いぞ。あと10秒あと10秒おーおーおー、いいよ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 。やっぱテープだからね。絶対に真似しないでください。ラストターンお願いします。いちごちゃん、レディー。このアルカリ電解水ウェットシートをドババ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 バって詰めます。あんまり制作時に文句誰も言ってなかったけど、あんな薄いもん一瞬でしょ。あれ火からの壁守るやつじゃない。熱が外側に漏れないようにするやつだよ。なんなら昔の動画で俺とイチゴちゃんは失笑するんだよ。
すいません、優勝ジェットグルーヴ。よっしゃー。いいの？うっそ、またやったわ。俺また制作時にこの人のこと散々バカにして負けたわ。結局解放者を用意せよ。よっしゃ。いやいやいや、終了。この度、曲馬の公式 LINE アカウントが誕生しました。概要欄に URL あります。結構頻繁に僕がみんなに LINE を送信しようと思うんで、ぜひ皆さん登録してください。メンバーの Twitter だったりとか他の SNS 関係全部概要欄に URL 貼ってあります。ぜひ Twitter とかも遊びに来てくれたら嬉しいです。